なんせのこと。信長様、敵方は本能寺を完全に包囲、総大将自らこちらに向かっています。吉本信玄剣士死してなおこの信長の前に立ちはだかるか。尾張のうつけに天下など釣り合わぬわ。陣の覇者が誰か思い出させてやらねばのう。この信玄率いる武田こそ最強。格下の織田ごときに天下は渡せぬな。京の都に正しきを打ち立てんがため、清き上杉が不浄なる織田を払わん。情けはかけぬ。案ずるな貴重。亡者相手の戦でお前を死なせたりはせん。案じてなどいないわ。あなたの強さを信じているの。まずはこれでよい。次の手に備えん。保湿とは青いの。敵に情けはかけぬ。フルはなんだか。信長様、お見事です。引かせていただこう。うせるがいい。何人も止められぬと知れ。おお、命にはしょもうか。逃がさん。どうした。格の違いを知るのはこれからよ。新参るか、愚か者め。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。あなたの輝き、何よりまばゆい。何人も止められぬと知れ。敵将討ち取ったり。悔しいが、ここまでか。イノシシ武者に余の首は取れぬぞ。久々の戦は応えるの。しばし休むぞ。この戦、夢かうつつか、俺が見定めてやる。侵入はなったら、吉本様のお下知に従い、この寺を制圧し、信長を討つのだ。どうした。敵の思い通りにさせないわ。橋の手前で押しとどめましょう。さて、戦はどう動く。俺はしばしここで眺めさせてもらう。今川勢に続け。車輪に突き進み、織田勢を蹂躙せよ。開門。諦めろ。急げ。急げ。信長はうつけのままよ。このまま寺を制圧するぞ。敵が次々と。このままではいずれ押し負けそうですね。この状況は一体。信長、
大事ないか。我らも加勢する。開門。ようやく十兵衛が来た。個性で動いては危うい。援軍と合流するぞ。殿、我らのみでこの大軍と戦うは下策。まずは信長様と合流すべきかと。ああ、信長も同じことを考えているはず。急ぎ向かうとしよう。敗北条件変更。光秀が来てくれたのね。これであの人も力を発揮できるわ。なんだか知らねえが、親父は俺が守る。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。逃がさん。武田こそ最強なのだ。死にたい奴からかかってきやがれ。失せるがいい。この武者、わしに付き合え。どうした。何人も止められぬと知る。敵将討ち取ったり。意地は見せたわ。もうよかろう。信長様、お見事です。極めろ。倒せました。ですが、勝頼と人柄が少し変わりました。ここは引こうかあるまい。敵将討ち取ったり。力及ばずか。叶う相手ではなかったか。父上、ご無事ですか。なんと、この敵はどういうことだ。開門。燃え尽きない。弱き者より払うのが我が戦の情報。あの者らを討ち取るぞ。信長、よくぞ持ちこたえてくれた。この明智十兵衛光秀が来たからには。長い、さっさと切り抜けるぞ。よし、いざ参る。様が危うい。お支えせねば。信忠様に続け。信長様をお救いするのだ。道を開けよ。召してくれ。飛んで火にいる夏の虫よ、あの者らを先に撃ってやれ。地獄で食いよ。弓兵を出せ。寺の中央を抑えて矢の雨を降らせよ。上杉の清き戦を怪我されたわ。弱い者を真っ先に狙うとは、常に聖堂を掲げる上杉の戦とも思えない。味方の足を引っ張ることになろうとは。ここからは必ずや父上のお役に立たねば。侵略すること火のごとし、手金細かい策などいらぬ。攻めに攻めよう。手返してみる。敵の勢い未だ衰えぬ。ここが正念場よ。押し返せ。信長の行く道を邪魔するなら、王者であろうと切り伏せるのみ。十兵衛がたけっておる。ならば俺も奮起せねばなるまい。やつらしつこく化け続けておるが、任せておけ。亡者がよみがえるはずもない。だとすれば
何者の企て必ず暴いてくれようぞ。敵将討ち取ったり。フルはなんだか。敵を押し返した。みんなよくやった。攻めきれぬか。ならば動かざること山のごとしだ。受けてばかりでは拉致が明かぬ。公正に転じよ。大将を討ち取るのだ。うつけの分際でこの義元を討とうてか。笑わせるでないわ。開門。まだ義元は気取ってるみたいだけど、やっぱりどこか違うわね。誰なのかしら。直に戦えば奴らの正体も明らかになろう。それまで。俺は死なん。故に最強なのだ。撃てるがいい。情けはかけん。つく敵を手当たり次第か。今はとにかく味方の救援を急がねば。足つけ。助けに来て助けられるとは情けなし。さらに奮起せねば。一瞬だ。我は無双。全てを壊し尽くす魔王よ。何度やっても同じことを。出てくるの。消えてはまた現れると。やはりこの世のものではないのか。何人も正しきを滅することはあたわず。織田勢が翻弄されている今が好機。炎に巻かれて死ぬがいい。火の手、他にも敵が潜んでいたようね。このやり口、どこぞの忍びの仕業であろうな。これぞ忠之の真髄。信長様、ご無事でございますか。久秀、返事を聞きつけまかり越しましたぞ。かの亡者どもは忍びが幻をまとった姿、術を操る者を始末すれば片付きましょう。久秀、大義である。術を操る者を討ち取り、この茶番を終わらせようぞ。忍びが相手なら俺の出番だ。仲間を使って術を操る奴を探ってみるよ。ハムシどもに余を討つことなどできる。刃から逃れられると思うな。すべて壊そう。すべて壊そう。一瞬だ。知れ者め、無駄と言うておろうが。すべて壊そう。分かったぞ。術を操ってる忍びは
あそこだ。一旦返してみろ。見つかっては仕方ない。返り討ちにしてやる。任せておけ。さては見破られたか。奴らの術が弱まったようだ。今なら打ち取れるかもしれん。楽しめたかよ。ぶつけやろう。返してみろ。いたぞ。あの忍びを撃てば術は解ける。見つかったか。へい、近寄るな。全て壊そう。最強の座、危うしだな。任せておけ。押し尽くす。儚きこと、梅雨のことしが。救援、かたじけのを存じまする。何人とも止められぬと知る。まずい、これでは正しき術を使えぬ。返してみる。正しきなんざ知るかっての。任せておけ。茶番は終わったか。奴らが本物であればさすがに分が悪かったであろうが。お見事な手並み。あとは亡者に化けていた忍びを撃つだけでございますな。信長、楽しんでもらえたかい。やはりお前の仕業か。桃地三代、吉本、信玄、剣心、彼ら傑物たちをもてあそんだ報い、受けてもらおう。勝利条件変更。燃え尽きない道を開け。今川、武田、上杉、こいつも武士の道理を押し付けるバカ野郎どもだった。信長、貴様も同じだ。だからこの俺が全部ぶち壊してやろうってんだよ。これは単なる座興に過ぎねえ。次はもっと大掛かりだぜ。楽しみにしてな。まだ何かあるのか。急ぎ体制を整えねばなるまい。奴がどう出ようと次で必ず決着をつけてやる。